街を荒らしてんのは大きな怪獣じゃなくて小さな人間だと思うの。指一つで心根に溜まってるチリやカスを持ち上げて画面の向こうに放り投げて知らない誰かの目に落ちないように鍵で結んだ。町人は餌むさぼり食われてどんどん膨らんで腫れていって見せかけの力を増してくの。逃れようがない、当てるる目もない、欲求凍結するまでは息をするように君の見せかけの涙が流れるの。逃れ